はい、どうもこんにちは。今回はですね、東京の、旗の内というところに新しくできました、二郎系のお店ですね。はい、これは今自由が丘なんですね。自由が丘で、大井町線に乗り換えようというところなんですけど、ちょっとよく場所が分かんなかったなっていう感じです。ちょっと分かりにくいかもしれないですね。はい、なんで、ここは頑張りましょうっていうところなんですけどね。で、旗の台に、着きました。旗の台もですね、2つの路線がクロスしてるんですかね。はい、でこちら側の東改札ですね、こちらの方が最寄りになります。最寄りの出口ですね、東改札ですね。旗の台の、東急電鉄の旗の台駅の東改札、2つあるんですけど、上り線下り線のこっちの方ですね、こっちの方が最寄りになりますね。出てもうすぐのところにもう並んでるの見えます。ケンタッキー出てすぐにケンタッキーがある方の口が近いという形になりますね。はい、で、並んでおりました。今日が、11月2日オープン2日目ですね。通常火曜は定休日なんですけど、まあ、オープンしたてというところで、営業されたんですかね。で今日から営業時間が変わってます。11時から17時になってますね。でお店に着いたのが11時24分ですね。はい、で、結構待ってますね。外にも15人ぐらいで、まあ後から分かるんですけど、中にも15人ぐらい待ってまして、なので合計でまあ大体前に30人ぐらい、待っているというような状況でございます。はい、11時24分ですね。はい、結構待ってますね。でお花もたくさん出てます。はいですね。でこの豚風さんというところなんですけど、元住吉にある豚星さんにいらっしゃった方が出したお店というふうに聞いております。11月1日オープンですね。店内で食券をお買い求めくださいということで、まず並ぶスタイルですね。はい、メニューはこんな感じです。ミニラーメン、小ラーメン、汁なし、あと台湾混ぜそばとかあるんですよね。はい、なんか豚干しの方で、台湾混ぜそばがなんか有名だそうで、でこっちだとすでに台湾混ぜそばが楽しめるみたいな、コメントをどっかで見ましたね。はい、営業時間は、水曜から月曜の11時から17時というふうに変わっております。ご注意ください。はい、で並び方ですね、中に背後霊的な感じで並ぶのが、まあ、大体8人とで、券売機とあと外に並ぶっていう感じですね。はい、こんな感じです。はい、で中で食券を購入して、で中町背後霊スタイルで、待っていて、ですね。で、その背後霊スタイルで待っている時に食券回収ですね。カウンターのみの16席で、まあ、8席入れ替え制みたいな感じですかね。はい、なんで結構どんどん進んでいきますね。はい、で食券をその背後霊スタイルで待っている時にスタッフの方が取りに来るので渡して、そこで麺の量とか、減らすものですね、があるようでしたらそこでもお伝えして、であとは席が、空いたらですね、座ってくださいって言われたら、座るっていう、そういう入れ替え制のスタイルという感じですね。はい、で、私はですね、今回汁なしをお願いし、買いました。で、普通の量は 300g ということですね、茹で前で、ちょっと300だと私には多いかもしれなかったんで、食券渡す時に200にしてくださいとお願いして、で席に着いたのが、12時10分ですねに着カウンターということで、大体50分ぐらい待って座ったというような感じですね。はい、でお店からのお願いですね、一般的なラーメン屋の2倍の量があるのでっていうようなことで、無理しないでくださいねとか、食べ終わったらカウンターにあげてくださいねとかっていうことが書いてありましたね。はい、
で、簡単に触ったらセルフのお水レンゲ取ってくるという感じですね。はい。でコールなんですけど、出来上がり直前にカウンターの番号で呼ばれますので、何番の方って言われたらそこで、答えるという感じになります。今回私は白なしだったので、ニンニク、油、辛みマヨネーズで、こうできるっていう感じですね。で野菜はおかわり制だということですね。汁なしはそんな感じだと。いうことです。はい。で来ました。はい。でかいチャーシューが、分厚いでかいのが2個乗っかってますね。はい。今回コールはニンニク、油、辛みにしました。麺がやはり美味しいですね。何せ麺が美味しいです。太くて、縮れている感じのこの麺がですね、何せ美味しいと。で、濃いめの醤油系の汁なしのタレですね、これがいい感じです。あとこの黒いのが胡椒ですかね、いい感じですね。はい、これも、はい、という感じで、もう麺が美味しくて200なんてもうあっという間になくなっちゃうという感じでございました。でこのチャーシューが分厚くて重いです。はい。でローストポークみたいな感じなんですかね。噛み応えもしっかりありまして、かなりのボリュームですね。はい。ガツンと、もう本当に持ってるのも重いという感じのものが2切れ乗っかってます。はい。いやこれはかなりのボリュームでしたね。なんで麺200でよかったなと。これ普通の量の麺300と豚2枚もこれ通常なんですけど、だといやかなり結構ヘビーなんじゃないかなと。もやしシャキシャキで、大変美味しかったです。はい。という感じであっという間に食べ終わっちゃいましたね。で、食べ終わって出る時が12時27分ですね。背後霊の中町、外町含めて11名の町だったんで、もう12時27分のこの退店時の時点では、かなり町は軽いという感じになりますね。はい。で今後は11時から17時までやるということなんで、お二人もかなりいい感じでいろいろ食べれるんじゃないですかね。はい。ということで旗の台に新しくできました、ラーメン、豚風ですね。はい。行ってまいりました。いいね、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上です。